2周年早くね、もう2年だぞ、3年目入っちゃうぞ。あっという間だね。早い、時代の流れは早い。この2年間結構いろんなことが、もうなんだろうね、あーもう今思い出すともう滝のように涙が出てきそうで出てこないやつもう出てこないんかい。おい、泣いてる暇なんてねえんだこっちは泣くほど泣いてる暇なんてねえんだよって言いたいな。いや、過去ね、あのね、あの1年目の時は結構泣いたこともある。本当のことを言うと、マジで割と大号泣したことが2回ある。まあちょこちょこさ、ほら会長がね、まあ、卒業する時とかも泣いたけど、で、あそこででもやっぱり思い切って声をかけれなかったのはちょっとやっぱ反省しなきゃなみたいな。なんかもうちょっと、なんか、ね、でもやっぱりもうちょっと声かけれたんじゃないかなって思ってて、父郎なんかそういうのも含めて一番大泣きはしたのは、まあでもそうかな、最初の頃かなだと思うんだけど、まあそれを乗り越えての今なので、はい、まあいいことばかりでもないんですよ。今楽しいけどさ、まあ、その楽しいの裏にもさ、辛いこととか悲しいこととかいっぱいあっただろ。そういうのを乗り越えての楽しいだから。ではお疲れ様でした。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。